こんにちは、平山茂です。今日はですね、先日発表しました、企画のちょっと詳細をねお伝えしようかなと思っております。5月1日、お昼1時お昼1時ですお昼1時に、名古屋のですね大高緑地公園を出発しようと思います。そこからですね、24時間下道で一般道ですね、無料の道路を使ってとにかく東へ北へ北へどこまで行けるかという企画をやらせていただくんですけれども、まだね、やってみないとわからないということがたくさんあります。はい、一応ですね、目標となるゴール地点というのが一つございます。それはですね、青森県大間でございます。大間町というんでしょうか、本州の最北端、本州が名古屋からずーっとあって、最後に青森県がなんかこういう感じであるんですよね。ここの一番先端、ここが大間はい、1000キロちょいあります。で、まあもちろんいろいろね、ルートもいろいろあるんですよ。名古屋から行こうとすると、まあ太平洋からずっとこう、東京を経由してね、太平洋側をずっと北上していくパターンと、もう名古屋から、もういきなり内陸、長野方面から抜けて、新潟の方に抜けて、日本海側をずっと北上していくっていう、この2パターン。ただ今回に関しては、太平洋側から行こうかなと思っております。はい。そして、一番大事なですね、配信方法、どのように皆様にこの24時間企画をお伝えするのかっていうところなんですけれども、こちらは、決まりました。今回ライブ配信で、24時間ライブ配信で行かせていただきます。はい、とにかく、全てをお伝えしたい、全ての出来事をこう放送したいという気持ちがやっぱ強くてですね、ライブ配信で行うことを決めました。この24時間リアルタイムで一緒に旅をするという部分では、まあライブ配信が一番いいんじゃないかと、とにかくこう嘘がつけないライブ配信というのが一番適してるんじゃないかなと思います。はい、なので、5月1日お昼1時から生放送開始となります。まあ、実際はですね、5月1日のお昼12時45分ぐらいからの放送開始になると思います。まあ15分ぐらいね、ちょっとオープニングを撮りながら、こんな車で行くんですよっていうね、この車で行きます。この車軽バンでね、この軽バンで行きます。で、紹介しながら1時になったと同時にスタートを切って、翌日のねお昼1時までの24時間ライブとなります。どうか皆様、お集まりください。そしてチャットで応援をよろしくお願いいたします。私が勝手にやると決めた企画ではございますが、ぜひとも皆様の応援をいただきたいなと思っております。皆様ぜひコメントで応援をよろしくお願いいたします。まあ、ゴールデンウィークということもあるので、お時間ある方も多少はいるんじゃないかなと。ただちょっと5月1日出発で、ゴールは5月2日なのでね、5月2日お仕事という方まだ結構いらっしゃると思います。ただお昼休憩の間、ラスト1時間12時から1時までのラスト1時間のゴールだけでも、ちょっと休憩中に見ていただけたら嬉しいなと思います。5月2日のゴールは。はい、ということで、今日はこんな感じで、告知、また告知でございますけれども、ぜひとも5月1日お昼1時この平山茂大丈夫ジャーニーチャンネルへいらしてください。よろしくお願いします。頑張りますから。とにかく青森大間を目指して名古屋から出発するので、見届けてください。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。よろしくお願いいたします。本当によろしくお願いいたします。これが私がやりたいことなんです。本当に心の底から楽しみでしょうがないことなんです。ぜひ応援をよろしくお願いいたします。
大丈夫ですから、大丈夫ね、大丈夫ですから、うん、よし、はあ、こんなもんかな、うん、では5月1日お昼にお会いしましょう。それではまた、平山茂でした。